加賀くん、一回も投げてないけどすごい走ってんじゃん。もう100キロ超えてるでしょ。伊藤さん、4回からセンター買ってください。明日の3位にちょっと温存したい。明日の体力が不安だから。ちょっと確認いくのかどうか。まあ、いる？あ、もう揃ったみたい。揃ったね。揃ったんだよね。揃った、揃ったっすか。大丈夫じゃん。ダッシュすると今最近ダメです。もうマラソン用になっちゃってて。やっぱダメだね。足りないね。じゃあその場で打たなきゃ。体力が。祈ってるよ。そうなのね。プレッシャーになるね。プレッシャーになっちゃう。可愛いやつ。プレッシャーになるの。師匠、師匠。はい。師匠からだよ。今度からだよ。あ、俺か。はい。さっき一緒だっけ。しか用意してたじゃない。師匠、小川さん、伊藤さんね。はいはい。まあ、それよく見てね、よく見てね。よく見てよ。師匠、師匠。お腹来たらよくじゃダメだよ。そう、あの、ボールでも絶対手出すなよ。お腹に来たらよくじゃダメだよ。師匠、ヒット打ったら、鈴木さんが何か奢ってくれるって。唐揚げ、唐揚げ。鈴木さんなんだよ。唐揚げ、唐揚げ。自分で奢んないんだ。師匠、打っちゃおうね。師匠、今度打ったら、たっちゃんがあのフィリピン連れてってくれるって。ああ、フィリピンの女探してやるよ。マジかよ。間違えて暗殺されちゃった。暗殺されるわ。あれ？ここ？この前の影武者？いや、忙しかった最近インドネシア行って、フィリピン行って。ちょうどあれじゃない。限界対戦。でも限界対戦だけど、すごかったでしょ。師匠暗殺されてサングラスしてたら間違えちゃった。あれファミリーちょっと前、ちょっと前来てたの。違う、せがれだと思う。本当、最近忙しくてよ、ずっと海外にいたんだよ、彼女。もう、ずっと前じゃん。何すんだったんですか。俺似てんだよな。似てるとか。あの体型はみんなで似ちゃうんだよ。こうやってる。鈴木さんともさ、かけみさんいけるよ。いける。じゃあそこでいけねえよ、俺。師匠、三振しちゃったよ、俺。確実に暗殺されるよ。でも鈴木さん、この間東京マラソン、よく伊藤さん見つけたね。ずっと目を凝らしてた。出た。伊藤さんって叫んじゃったから、伊藤さんもう何みたいな感じで、びっくりしたよ。伊藤さん、まだ伊藤さん結構前の方走ってたから。はい、前の方で。はい、伊藤さん次。またレコヒロシとかいたよ。レコヒロシいた。結構前の方走ってた。最初、なんだろう、青い服着た、うん、あれだあの、なんだっけ、ダミーじゃなくて、ペースメーカー、20人ぐらいバーッと走ってくるんだよ。そしたら、その、並んで、その、もう黒人の人たちが結構走ってて、で、日本勢がバーッと来て、レコヒロシが来て、その後、5分ぐらいの伊藤さんが来て、いい頃だよ。結構前の方、レコヒロシが来て、なんであんな球なんだろう。安心しちゃうと思う。伊藤さんの会社に行くんだら、3社問題がないそんな関係ない。ね。めちゃくちゃ変よ、これ。看護師は行けんじゃん。